シャンプーに行くよということで、月1回のトリミングサロンに行ってきました。パピオンライフへようこそ。今日は月1回のシャンプーの日です。少しだけお散歩をしてから駐車場へ向かいます。車に乗ってもらって、さあ大好きなトリマーさんに会いに行くよ。少し早く着いたので、トリミングサロンの近くをお散歩です。サロン前でトナカイ衣装を着た看板犬ちゃんが待っていてくれました。一緒に記念写真です。これはトリマーさんからもらった写真、クリスマスの飾りをつけて撮ってくれました。シャンプーが終わったと連絡を受けたので迎えに行くと、2人とも大はしゃぎ。ルイズは帰る準備を始めています。次の予約をしてお店を出ます。あ、出てきちゃった。この日は大雪の予報でも、まだ晴れていたので、トリミングサロンの近くの公園にご褒美散歩。ここのところ家の近所しかお散歩していなかったので、こうやって違う公園を2匹連れてお散歩するってちょっと楽しかったりしました。ルイズとアメリもいつもと違う公園で刺激がいっぱいで楽しかったみたい。ちょっと寒かったですけどね。でも元気に歩いてくれました。シャンプーも頑張ったし、お散歩も楽しめていい一日でした。今日もお疲れ様でした。この日の夕方、予報通り大雪になり、次の日の朝には雪が降り積もりました。次回に続きます。